では、時間になりましたので、講義2の方に入りたいと思います。で、残りの、機械学習と、コンピュータシステムとアルゴリズムに関して、説明します。まず問題ですけども、サンプルに対する測定結果を用いて、サンプルについての性質、例えば、羅漢や非羅漢など、陽性もしくは陰性を予測する計算手法があるとします。で、以下の表は、独立な100件のサンプルについて、この手法を用いて事前に得た予測結果と厳密な実験で確認した陽性もしくは陰性の確定結果を比較して、それぞれの場合ごとの件数を示したものです。この手法に関する記述として、適切ではないものを選択肢の一つから選べとなっています。で、表はどうなっているかというと、予測結果と、確定結果に対して陽性と陰性がありまして、予測結果が陽性で、確定結果も陽性である、人数が48人。で、予測結果が陽性で、確定結果が陰性である確率が、割合が12人で、予測結果が陰性で、確定結果が陽性である人数が2人。で、両方とも陰性である人数が38人であると。そういう表になっています。で、選択肢1は、確定結果が、陽性であるものについては、およそ96%の確率で正しく陽性と予測できるとなってまして、選択肢2では、陽性と予測されるサンプルのうち、およそ20%は実際には陰性である。で、選択肢3では、陰性と予測されるサンプルのうち、およそ5%は実際には陽性である。選択肢4は、確定結果が陰性であるものについて、およそ48%の確率で正しく陰性と予測できる。この4つの選択肢になっています。では選択肢1から見てみます。確定結果が陽性であるものについて、およそ96%の確率で陽性と予測できる。この選択肢に関してですが、確定結果が陽性である人に対して、正しく陽性と、予測できた割合は、確定結果が陽性である人は48人プラス2人なので、48割る48足す2っていうふうに計算できます。これを実際に計算すると0.96になりますので、この選択肢は正しいことになります。で、選択肢2の方ですが、陽性と予測されるサンプルのうち、およそ20%は実際には陰性でありますかという問題です。で、陽性と予測されたものは、ここの行になりまして、48人プラス12になります。そのうち、陰性であった割合というのは、12割る48プラス12で、計算されまして、これは0.2と計算されるので、この選択肢は正しいということになります。で、陰性と予測されるサンプルのうち、およそ5%は実際には陽性である。というのは、陰性と予測されるサンプルは、2人プラス38人なので、実際には陽性であった割合というのは、2人割る、2たす38、これを計算すると0.05になるので、よってこの選択肢は正しいということになります。で、選択肢4、確定結果が陰性であるものについて、およそ48%の確率で正しく陰性と予測できる。確定結果が陰性である人に対して、確定結果が陰性である人は、12プラス38なので、そのうち正しく陰性と予測できた割合は38人なので、38割る
38+12 で 0.76 ぐらいですかね。 0.76 ちょうどじゃなかったかもしれないですけど、それぐらいの割合になりまして、よってこの選択肢は誤りですというふうになります。まあ、これはこう普通に素直に計算するだけの問題です。今度はこれは決定義の問題です。意思の決定プロセスなどをグラフを用いて表現する方法に決定義と呼ばれる方法があります。ある商店において売られている6種類のマグカップの売れ行きを調べた結果、次のような結果が得られたとしました。この表をもとにして売れ行きを予測するための決定義を作成しました。最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。で、そのまずその表というのが、マグカップのサイズと色と模様からなってまして、サイズが大で色が赤で模様がストライプの時はマグカップの売れ行きが高い。また小、赤、水玉の場合は高い。大、青、ストライプの場合は低い。大、青、水玉の場合は高い。小、黄、ストライプの場合は低い。大、黄、水玉の場合は低いというふうな、売れ行きをもとにした、表が、得られたとしまして、そこから決定義を作りたいわけです。で、このうち、この表に矛盾しない決定義を選べばよいことになります。それはどれかと言いますと、一個一個検討しています。この場合は、模様が水玉であるときは高い。模様が水玉であるときは高い。っていうふうにな、ことを示す決定義になっています。これは B と D、B と D というのは何かと言いますと、B、小、赤、水玉は高くて、大、青、水玉は高いという結果、そういうデータに対して、水玉なので合致していますが、今度は F に矛盾しています。F というのは、大、黄、水玉なら低い。にもかかわらず、水玉だったら容赦なく高いと、売れ行きが高いというふうに判断するのは間違っていることになるので、F に矛盾することになります。他の、もう間違っていることは分かったんですけども、他の枝も見てみますと、模様が水玉で色が赤だったら高いと、決めてしまって良いかということです。赤で水玉、ストライプが、模様がストライプで色が赤というのは、A に合致します。模様がストライプで色が赤。というのは、これだけなんで A だけに合致して、この時実際に高いので、これは正しいということになります。で、模様がストライプで色が青というのは、模様がストライプで色が青というのは低いというふうなデータが出ていますので、これは C に矛盾する。で、まあ同様に、模様が、ストライプで色が黄色というのは E に合致するというふうに、全部こう、決定義に書いてあることを見ていって、合致するか矛盾するかというのを見ていけばいいわけです。で、1個でも矛盾すれば、その決定義はデータに完全には合っていないということになるわけです。で、選択肢は、1は間違っている。選択肢2も同様に考えます。今度はサイズから見ます。サイズが大か小かでまず分けて、その次、小の中で色が 赤か青か黄色で分けたときにデータと合致しているかというのを見ます。そうすると、この場合は、一番上のサイズが大のときは A と D には合致するが、C と F に矛盾していることが分かって、で、小と赤に関しては高いというふうにこれでは判断されますが、これは B に合致して、小で青というデータはそもそもなくて、小で黄色というのは低い。で、これは E に合致するというので、ここで矛盾しているので、選択肢にも、消去できます。選択肢3は、ですね、今度は色でまず場合分けしていて、色が赤か青か黄色に対して、まず色が赤いというのは A と B に合致していて、で、大で青だったらっていうふうに考えていきますと、ここで C に矛盾するので選択肢3も違う。
というふうに見ていきます。今回は、これは選択肢3と4で、模様とサイズの部分が違うだけなんですけども、これを見てみると、これは全部に合致しているので、選択肢4でデータを説明できるので、選択肢4で正しいということになります。まあ、これが決定ですね。次に、クロスバリデーションというものを題材にした設問があります。次に示した説明文の中で、予測手法の性能評価の際に行われるクロスバリデーション法、これを、日本語に翻訳しますと、交差検定法とか、あと、他にも訳が交差検証法という訳している人もいますが、というものの説明として不適切なものを一つ選べというものがあります。ではまずですね、選択肢一個一個を検討する前に、このクロスバリデーションというのは何かというものを説明したいと思います。でデータのモデルを学習する際に、例えばですね、モデルを学習するとは、正規分布、先ほど説明した正規分布とかに当てはめてみるとか、あとはまあ複数のモデルを考えることができます。で今回は、詳しくは説明しないんですけども、パターン認識の方法に、経細菌防止識別器とかっていうのがあったりですね、ニューラルネットワークというのがあったりですね、サポートベクトルマシーンっていう、まあ、いろんなこう学習の機械が、あります。で、学習の機械があるんですけども、最初にあらかじめ与えておくパラメータとかがありまして、例えば K 細菌棒の場合は K というものが、まあ、ここで何かというのは示していないんですけども、そういうパラメータがありまして、でニューラルネットワークの場合は隠れ層の個数とか、サポートベク SVM というのはサポートベクトルマシーンと呼ばれるものなんですけども、生息化パラメータ C というものがありまして、まあ、それぞれ手で与えないといけないパラメータというのを持っている場合が多いです。でこれは1個だけじゃなくて2個、3個持っている場合もあります。こういうパラメータを自動的に取得できない場合がありまして、そういう時に交差検証法、クロスバリデーションを使って、その値を求めようという、ことがよく行われます。で交差検証法というのは、反化能力の最も高い予測と予測されるモデルを選択する方法で、反化能力とは未知データにどれほどフィットするかというのを指します。まあ、つまりこう、経細菌棒識別器やニューラルネットワークやサポートベクトルマシンというのは、何かのデータを与えたときに、これは、陽性か陰性かとか、イエスかノーかとかっていうのをこう判断する、識別する、アルゴリズムなんですけども、それを、まずこうイエスかノーか分かっているデータからフィットさせて、で今度、その答えが分からないデータに対して、それらのアルゴリズムを適用してやるとした結果、実際に正しい答えを予測できるかどうかというのを、の性能を反化能力というふうに呼んでいます。基本的にはどういうふうにやるかといいますと、すでに得られているデータを、訓練用集合と検証用集合に分けます。そして、あるモデルに対してパラメータを訓練用集合にフィットさせます。例えば、サポートベクトルマシンの場合は、サポートベクトルマシンの、パラメータを、ある生息化パラメータ C というのがあるんですけども、それを固定して、それ以外のパラメータを訓練用集合に、フィットさせます。それをこうよく学習させるとかという言い方もするんですけども、そういう作業をステップ2でやります。で、ステップ3で得られたパラメータに対して、検証用集合、これは学習に使っていなかった集合に対して、どれほどフィットしているか。で、こうパターン認識の場合は、どれほど正しく予測できたか、検証用集合に関してはもう答えが分かっているので、その答えと検証用集合で予測させた場合の結果を見て、どれほどこう、答えが一致しているかというのを測定する。この3ステップになっています。
で、パターン認識だけじゃなくて、他にもいろんなこうモデルがあるんですけども、そういうモデルの汎用的な方法としてクロスバリデーション法というのがあります。そして、ですね、この3つのステップをやるために、単純にやると、あまり良い予測、良いモデルを選ぶことはできないんですけども、次のような工夫をして良い、モデルを選ぶように、アルゴリズムが使われています。その1個がですね、N-FOLD 交差検証法というのがあります。で、大きく2つありまして、N-FOLD 交差検証法というのと、1つ抜き交差検証法というのがよく用いられてまして、まず N-FOLD 交差検証法の方を説明したいと思います。で、ここには例を示しているんですけども、15個ここにマスがあるんですけども、これが、すでに得られているデータの集合だとします。で、それぞれのマスには何らかのこう数値が入っていまして、これが15個例えばあったとします。これを、N フォールドの N を5としまして、5フォールド交差検証法というのを使う場合はどうなるかといいますと、この15個を5つのグループに分けます。5つに分けて、で、まず最初に1つ目のグループを検証用として使って、つまりさっき、示したステップのステップ3で使う検証用に使って、残りのグループ4つ、この4つを、訓練用ステップ2で使うデータとして使って、ステップ2でこの青いグループのところで、モデルのパラメーターをフィットさせて、ステップ3でこの赤いグループ、検証用のグループに対してどれほどフィットしているかというのを検証するという、そういう流れになります。で、これを5グループあるので、5個分検証用のグループを交換してあげて、で、つまり N 個分に分割して、N-1 個を訓練用、残りを1個に検証用として、すべてに対してどれほどフィットしているかというのを計算して、その平均などを取って、その平均値が最も良いモデルを選びましょうというのが N フォールド交差検証法で、これ1回だけやるよりも良い予測、モデルを選ぶことが、というこう傾向があります。今度は1つ抜き交差検証法。これは N フォールド交差検証法の特殊な場合になってまして、この場合は15個、サンプルがあるので、これは15フォールド交差検証法と同じです。つまり検証用に1個だけを使って、残りを全部訓練用に使いましょうという方法で、で、これが、訓練にすごく時間がかかるようなアルゴリズム、例えば、サポートベクトルマシーンでもすごくサンプル数が多いときはすごく訓練に時間がかかるので、すごく訓練に時間がかかるときはよく N フォールド交差検証法というのを使って、訓練が一瞬の場合は1つ抜き交差検証法というのを使います。なぜならば1つ抜き交差検証の方が訓練をする回数がずっと大きくなるからです。で、この2つが非常によく使われています。で、以上、もう一回日本語で説明すると、データを N 個のグループに分割して、N-1 個のグループを訓練用として用いて、残りの1個を検証用として用いて、すべてのグループが正確に1回だけ検証用集合に使われるように、これを N 回繰り返して検証用集合に対する結果を平均して1つの推定値を得るというのが N フォールド交差検証法で、1つ抜き法はグループ数をサンプル数とした場合の倍1つ抜き検証法になるというものでしたね。そして、一個一個の選択肢を考えてみたいと思います。で、先ほどの1つ抜き検、えーとけえー、け交差検証法なんですけども、1つだけを検証用として用いて、残りを訓練用として用いて、正確に1回だけ検証用に使われるようにして、その結果を、の平均して1つの推定値を得るというのが1つ抜き検証法でした。で、一個一個の選択肢を見てみますと、クロスバリデーション法は、
道データにも対応できるか検査する目的で行われます。これは正しい記述です。で、選択肢2ですけども、一部のデータを学習に使わずに残しておき、テスト用に用いて予測性能を測定する。この記述も正しいということになります。で、Leave One Out 法というのは、データのうち2個のみをテスト用に残しておく方法でありまして、これは、間違っています。なぜかというと、Leave One Out 法というのは、先ほど一つ抜き法と僕は言いましたけども、その英語では Leave One Out 法と呼んでまして、Leave One Out 法は、データのうち1個のみをテスト用、検証用ですね、検証用に残しておく方法なので、この選択肢に誤りがあるということになります。そして選択肢4の方は、N フォールド法は、データのうち N 分の1をテスト用に残しておく方法なので、この記述は正しいということになるわけです。では次に、プロファイルエイジメムというものの、問題を移りたいと思います。数というのは次のページにあるんですけども、次のページの図のような、プロファイル HMM があるとします。で、隠れマルコフモデルというのは状態という概念がありまして、状態間の遷移確率を図中に示されています。で、各状態での文字の出力確率は M1、M2、M3 の各状態では以下のようになっているとします。状態 M1 にいたときは、PA はの、A が出る確率は0で、T が出る確率は 0.5 で、G は 0.5、C は0。状態2の時は A が1で、T が0で、G の確率は0で、C が0。状態3では A が0、T が0、G が 0.9、C が 0.1。で、その他にこれ、インサート状態では、位置によらず、どの、文字も A でも T でも G でも C でも 0.25 の確率で正規すると、しています。この HMM から、スタート、TA、GA、エンドという出力文字が観測されたとします。以下の選択肢に示された状態遷移パスのうち、この出力文字列を発生させる確率が最も大きいものを選びます。そういう問題です。先ほどのこの遷移図がこちらになってまして、このスタートから始まって、エンドで終わるというモデルになっています。で、この一個一個の四角やひし形や丸というのが、これが状態と呼ばれています。英語ではステートというんですけども、状態と呼ばれています。この場合は状態数がスタートとエンドの他に、M1、M2、M3 の他にインサート状態が4つありまして、それぞれ別物です。同じ名前がついているけども別物です。で、ここもデリート状態というのが3つありまして、合計で、ここで 5+4+3 で、12個の状態があります。で、これどういうモデルになっているかといいますと、まずスタートから 0.8 の割合で M1 の状態に移るということを表していまして、そこの、この0.8 というのがその数値です。で、0.1 の確率でデリート状態に移りますということから、ここに 0.1 と書いてあります。で、ここにも 0.1 とあるんですけども、また 0.1 の確率でインサート状態に移りますということを示しています。で、他にも例を示していますと、このインサートっていう状態にもし行ったとしますと、そしたら今度は 0.8 の確率で M1 に移動します。で、0.1 の確率でもう一回この状態に行きます。で、0.1 の確率でデリート状態に行きます。よって、出るときのこの確率というのは、相和が、1になっています。前の授業で確率関数の相和は1と言いましたけども、確率は必ず1になっています。というふうに、この文を読んでいきます。これは、ここに書いてある数値は全部、この状態遷移確率です。で、その他に、文字を出力するようなモデルになってまして、で、その文字というのは、がこれです。で、状態 M1 にいるときは、
こういう確率で示で、文字を出して状態 M2 の時は、必ず A を出す。その他は確率ゼロです。で状態3の時は G が最も確率が高くてその次に C で A と T の確率はゼロというふうになってまして、このインサート状態の時はどのインサート状態でも、同じ確率で文字を出しますっていう、そういう、モデルが、これが、プロファイル HMM というのはヒドゥン・マルコフモデルの略で、隠れマルコフモデルと日本語では言うことがあります。で特に、隠れマルコフモデルの中でもプロファイル HMM というのは、バイオインマティクスで使われる特殊な、隠れマルコフモデルで、配列をの状態を表すように特殊に作られたものですけども、この問題を特に限っては普通の隠れマルコフモデルだと思って結構です。で、プロファイル HMM というのは、ここで専門用語でマルコフ仮定という概念がありまして、マルコフ仮定に基づいています。で、マルコフ仮定というのは、何なのかと言いますと、状態を遷移する確率が、先ほどの図で示したんですけども、もうインサート状態にいたら、例えばこれですね、デリート状態、このデリート状態にいたら、その以前にインサート状態にいようが、スタート状態にいようが、そんなことは関係なしに、デリート状態にいたら、この状態だけから次に遷移する確率が決まるということです。例えば 0.8 の確率で 0M2 に行くし、0.1 の確率でこのインサート状態に行くし、0.1 の確率でデリート状態に行くし、この状態から こっちのインサート状態に行くことはなくて、この状態からこっちの、状態に行くことはなくて、この状態にいることだけから決まって、その以前 の時間にいた状態というのに全く依存しないというのを、これが、マルコフ仮定と呼ばれているものであります。そしてこのマルコフ仮定から状態系列 S スタートから S1、ST、S エンドまで与えられていたときに、状態系列から、確率係数、観測係数 O1 から OT が生成される確率というのはこういうふうに表されています。この問題に関してはもう状態系列がもうギブになっているので、マルコフ仮定であろうがマルコフ仮定でなかろうが今回の場合は関係ないんですけども、関係ありません。ですけども、一応マルコフ仮定というのはどういうものかというのを簡単に説明しました。で、それぞれ独立に、状態がもう決まっていたら、それぞれの文字は独立に正規します。統計的独立という概念を先ほどの授業で説明したんですけども、統計的独立であるときは、すべての、確率変数がそれぞれの周辺分布の正規で表される。そういうような、独立で表される確率で、計算されます。ではまず、選択肢1から検討したいと思うんですけども、状態遷移パスがスタート、インサート、M1、M2、M3、エンドというふうに、遷移な状態遷移パスから観測系列 TAGA が正規される確率というのは、PT ギブンインサート×PA ギブン M1 ×PG ギブン M2 ×PA ギブン M3 で与えられます。これというのは、この左辺というのは、先ほどのこの式、これが、全部正規で与えられることから、この左辺が出てきて、そこに、具体的な今回の問題に与えられたものを与えまして、そしてここに一個一個の数値を入れますと 0.25×0×0×0 PT インサートという PT ギブンインサートというのは、全部ここの設問のところに 0.25 と書いてありますので、ここに 0.25 で、その他、PA ギブン M1 というのはここではギブンの記号は設問の中では省略していますけども、これは PA ギブン M1 という意味です。でここで0なので0。で他のも同様に、代入していくと 0.25×0×0×0 は0です。
なので、この状態パスから TA、GA が正規することはありえないということになります。じゃあ選択肢2の方は、状態パスが、M1 インサート、M2、M3 から、観測系列 TA、GA が正規される確率というのは、今度は、PT 義分 M1 かけ PM 義分インサートかける PT 義分 M2 かけ PA 義分 M3 で表されまして、PT 義分 M1 というのは、先ほど戻ってみますと、T の出る確率は、M1 から T の出る確率は 0.5 となっているので、ここで 0.5 を出して、インサートからは 0.25 で、あとは0、0というのを代入していきますと、答えは、確率は0になります。選択肢3は、同様に計算しますと、PT 義分 M1 と PA 義分 M2 と PG 義分インサートと、PA、義分 M3 というのをこう順番にこう代入しますと 0.5×1×0.25×0 になって答えは、確率は0になります。選択肢4ですけども、M1、M2、M3 インサートから TA、GA が正規する確率というのを同様に計算しますと、先ほどまでは全部の確率に、全部どこかに0が入っていたので確率0だったんですけども、今回は 0.5×1×0.25 というふうに計算できて、これは80分の1というふうに計算できます。そうすると、選択肢4が TA、GA、GA は正規される確率が最も高いということになります。まあ、こういうふうに計算します。で、これは後から説明することにしまして、次にコンピューターシステムに入りたいと思います。今度は、二進数に関する問題です。コンピューター上では数値は二進数で扱われます。十進数の50を二進数で表現すると00110100というふうになります。二進数というのは何かというのは、後で説明したいと思います。ここで十進数の200は二進数ではどのように表現されるか、選択肢の中から適するものを一つ選びなさいという、そういう問題です。じゃあ二進数って何かと言いますと、まあ、一般的には N 桁の二進数というのはが XN-1、XN-2、X2、X1、X0 というふうにこう表すとしますと、その数値自体というのはどういうふうに計算するかと言いますと、 XN-1×2 の N-1 乗プラス XN-2×2 の N-2 乗プラスというのを順番に計算して、x2×2 の2乗プラス、x1×2 の1乗プラス、ここ足し算が1個余分ですね。で、x0×2 の0乗というふうな、数値を意味しています。で、設問には、値50の場合は、二進数は0011、0010と表されると書いてあります。これ実際に確かめてみますと、ここに代入すればいいので、ここが0になって、で、ここは2の7乗、0×2 の7乗プラス、0×2 の6乗プラス、1×2 の5乗プラス、1×2 の4乗プラス、0×2 の3乗プラス、0×2 の2乗プラス、1×2 の1乗プラス、0×2 の0乗を真面目に計算しますと、50になることが計算できます。そして、まあ、こういうふうに、0と1で全部表すような、数値の表現方法が実際のコンピューターの内部では使われています。では、200は二進数で表されるとどうなるかといいますと、200は50の4倍であるということに気づくと、非常に簡単にこの問題を解くことができます。200は、4×50 なので、2の2乗かける50ということになります。だから2の2乗かける先ほどのこう式に入れますと、
2の2乗かける 1×2 の5乗プラス 1×2 の4乗プラスというふうにこう表しまして、そうするとこれをこう、中学校で習うこの分配の法則を使って2の2乗を全部の項にかけていきますと、 1×2 の5乗足す5足す2乗プラス 1×2 の4乗足す2乗というふうに1個ここにプラス2がついてきます。これを順番に計算していきますと、結局110010000というふうに計算できます。これもうちょっと簡単に計算、ここまで、たくさんメモしていくとすごく時間がかかってしまうので、4倍するときはどうやって考えればいいかといいますと、これらの考察よりここに0を2つ足せばいいだけになって、この4倍するには2の2乗なので2つ分ビットをシフトしてやれば出てくるものが解というふうになりまして、そういうふうに解くこともできます。そうすると、この場合は、選択肢3ですね。選択肢3が2つずらすと、これを2つ、ずらすと選択肢3が出てくるというふうに簡単に解くこともできます。よって選択肢3が正しい。で、実際の原理はこういうふうになっています。では次には、論理式の問題。問題です。下の図アはいくつかの論理素子を接続した論理回路を表現しています。この回路は A、B、C は入力であり、X が入力である。この回路に対する入出力の結果によって真理値表 E を作成した。ここで真理値表 A、B に入る値の組み合わせで適切なものを選択肢の中から選びなさい。この真理値表というのは別になくても全部ここの値を埋められるんですが、この設問では、この、8つのパターンの中の6個はすでに、問題の方で問題作成の際に埋められていて、あと2つを埋めれば真理値表が完成するというふうになっています。これはどうやって解くかといいますと、ここにこの論理回路を見てみますと、A と B のまず AND を取って、その結果の、A と B の AND の結果を OR を取って、取ったものが X であるというふうに書いてあります。これを論理回路図ではなくて、論理式で表すと、A と B を、AND を取って、その結果と C で OR を取ってものが X であるというふうに表すことができます。でこの論理式を使って、実際には計算すればいいことになります。で、A の値を求めるには先ほどの真理値表を見てみますと、A が0、B が0、C が1になっています。なので A の値は普通に代入しますと0かつ 0&0 の答えに、1で OR 演算をすればいいことになるので、0&0 をまず計算しますと、これは0で、0 OR 1は1なので、この A のところは1が入るはずです。そして、B の値を求めるには、この場合は A が1、B が1、C が0だったので、これを計算しますと B の値は 1&1 の値と OR0 を計算すればいいので 1&1 は1で 1OR0 は1になるので、結局選択肢は、両方とも1になる選択肢4が正しいというそういうふうに導かれます。ここまでがコンピューターシステムで、はい。はい。はい。あ、それはですね、
則演算というのはよくご存知だと思うんですけども、足し算や引き算や掛け算や割り算などが規則演算なんですけども、論理演算というのもありまして、でこの足す引く掛ける割るの代わりに and とか or とか not とかっていう演算があります。で、規則演算の場合は、例えば足すの場合はとか引くとか掛けるとか割るの、両方のここの部分に、実数や整数とかが入るんですけども、論理演算の場合はこれ and とか or とか not のところにここに0か1が入るような演算子です。で、規則演算の他に、例えば、これはこういうのを、二項演算というんですけども、二項演算の他に、これマイナスを単独で使った場合は、例えば 5の前にマイナスを使うと、これはマイナスを表すので、1個のこう数値に対して、この記号1個をつけると、この値がマイナスになるっていう場合があるんですけども、それにの論理演算に相当するものが not というので、これが、二項演算で、で、not というのは、1個だけの、値に対して、演算を行うものでありまして、これは次のように定義されています。x と y と x&y というのがあったら、で00011011だったら、これはもう定義されているものなんですけども、x と y が両方とも1の場合だけが1で、その他が0。っていうふうに、and 演算というのがすでに定義されています。そして、ご質問にありました、or というのは、ですね、ここに書きましょう。1列増やしまして、x or y の値というのは、x と y のどちらかが1だったら、1という答えを出すような演算としましょう。っていうふうに定義されています。and は、両方とも1じゃないといけなくて、or は片方が1だったら1ですというふうに定義されているものです。で、今度は not というのは、x と not は日本語で言うと否定です。1の否定は not は0の not は1というふうに定義されています。この3つが論理演算としてよく使われるものでありまして、この定義に基づいて、先ほどのを計算すると、1&1 はこの表から 1&1 は1っていうふうに計算して、1 or 0というのはこの表から 1 or 0は1なので、1というふうに計算する。そういうふうに計算するものであります。他にご質問等ございましたら、よろしいでしょうか。そしたら、アルゴリズムの方は、東京工業大学の新井さんの方から説明させていただきます。
それでは、アルゴリズムの部分について説明させていただきます。最初に、データ構造について説明いたします。データ構造というのは、コンピューターのメモリなんかに、データをどのように格納したらいいかという、格納方法にのことです。で、最初に、説明するのはスタックというものでして、これは、後入れ先出し LIFO と呼ばれる、データの格納方法です。具体的にどのように格納されるかといいますと、お盆を積むようにデータを格納するんですけれども、こうデータがすでに入っている集合に新たにこう後ろに、プッシュという操作でデータを入れまして、またデータを取り出すときには、ポップと呼ばれる操作で入れた順に後ろから出していくという、方法です。で、実際にこの問いにありますように、このような操作で、文字列を、入れたり出したりすると、どのように、データが、格納され取り出されるかといいますと、このようになります。最初に、プッシュ A として、A という文字列が、格納されます。そしてプッシュ B となると、どんどん C、D というふうに、後ろにデータが格納されていきます。そして、5番ポップという命令が入りますと、この後ろからデータが取り出されていきます。で、またポップで後ろからデータが取り出されまして、プッシュ B で B が格納されます。そして、ポップを2回やって2つデータが取り出されますので、最後に A というデータが残ります。よって、この問いに対して、最後のポップ命令によって出力されるデータは何かという問いに対しては、選択肢1の A というのが正解になります。2番目に Q と呼ばれるデータの格納方法を説明いたします。こちらは、列に人が列に並んでいるというふうに考えると分かりやすいのですけれども、先頭と末尾がありまして、末尾の方からデータが、人が並ぶようにデータが格納されまして、データを取り出すときは先頭からデータが取り出されます。データを入れる操作を遠距、データを取り出す操作をデキューと呼びます。で、実際にこのような命令が来たとき、Q に対してこのような命令が来たときに、どのようにデータが動いていくかといいますと、こちらのようになります。A 遠距として A が格納されます。そして B 遠距として B が格納され、 C が格納されます。で、DEQ 命令が来ますと、最初に格納した A が取り出されます。また、先頭から B が取り出されます。さらに、遠距 D として D が格納され、 A が格納され、 DEQ で CD が取り出されますので、最後に、最後の DEQ 取り出されるのは文字 D となります。よって問いの答えは、選択肢4が正しいとなります。次は、データの探索方法についてご説明いたします。データの列から目的の値を見つけ出す探索法の、一種である二分探索法について説明いたします。この場合にはデータの列は、先ほど出てきました小さい順にデータが並んでいる、小順にきれいにデータが並んでいるものとして、考えます。二分探索法とは、データの中央の値が探索しているものより大きいか小さいかというもので、データをどんどん二分割していって目的の値を探す方法です。ですので、このようなデータの列が与えられた場合は、最初に中央値6と、探索の目的の値4を比較し、4の方が小さいために範囲をこの中心の6よりも、小さい側の、失礼しました、1、3、4を、探索することにします。
そしてさらにこの1、3、4の中央の値3と目的の値4を比較いたしまして、4の方が大きいために範囲をこの、大きい側の4という集合に絞ります。そうすると、この最後のデータ集合4というのが目的の値と等しいために目的の値が見つかるというふうに、探索をしていきます。これを踏まえまして、データが1000個与えられたときに、データを見つけ出すのに最大何回の操作が必要であるかということを考えます。つまり、このようにデータを二分割しながらずっと考えていって、最大の操作回数を考えますので、最後までデータが見つからなかった最も最悪な場合、何回操作が必要かということを考えます。疑似コードで書けます と、このようになるんですけれども、ちょっと複雑ですので、実際に操作をどういうふうにやったらいいかということを考えますと、最初に1000個ありますと、半分500個ずつに分けます。で中央値と、目的の値を比較して、で対象になる探索の対象になる半分の500個をさらに分割し、さらに分割し、ということをどんどんしていきます。それで、最後のにデータ集合が1つになるところまでこの分割の操作を続けるというふうに、考えますので、最大10回二部操作を行う必要があることが分かります。次に相当について説明いたします。相当というのは、先ほどは照準にきれいに並んだデータの列が与えられていたのですが、今度は与えられたデータの列をある一定の順序に並び替えるということを考えます。具体的にはこのような3、2、1という列が与えられたときにデータを照準に並べ替えたいと考えます。今回はバブルソートという相当の方法を使います。バブルソートは、こちらの端から順に、隣の要素と比較し、隣の要素をこちらですと、左、右というふうに表現いたしますけれども、左と右を比較しまして、右の方が小さければお互いを交換するという操作を配列の左側から順番に操作していきます。この交換の操作がまるで泡がこう下から上に上がっていくように操作が行われるので、このバブルソートという名前がついています。で、この3、2、1という列を照準に並び替えるときには、まず最初の操作として3と2を比較し、3の方が2よりも大きいですので、この2つの値を交換します。そして操作を右に1つずらし、この泡が上っていくというところですね。で、3について同様に、このもう一つ右の隣の1という要素と比較し、1の方が小さいですので、1と3を交換します。で、これをもう一度繰り返すと、1、2、3というふうにデータを並び替えることができます。これを踏まえまして、今度は5、3、4、7、1という数列を、バブルソートで照準に並び替えるという問題を考えます。で、実際に何回交換操作が必要かということを実際の、手続きを追って見てみますと、5、3、4、7、1で最初に左側の2つの要素を比較して、5の方が3よりも大きいですので、ここを、交換します。次に、左から、2番目と3番目の要素を比較しまして、こちらでも、5の方が4より大きいですので、交換をします。というように、順に5、7を比較し、ここは5の方が小さいのですので、そのまま次に7、1を比較し、1の方が7より小さいですので、ここでは要素の交換をいたします。これで、右端まで交換の操作をいたしましたので、また左端に戻り、同様に隣の要素と比較をし、左側の方が大きければ交換をするという操作をどんどんしていきます。で、3周したところで、きれいにこう全部
照準に並べ替えることができて、相当の操作は終了となります。よって、交換回数は6回となりますので、必要な操作回数は6回の選択肢2が正解となります。引き続き相当のアルゴリズムで、今度は選択法と呼ばれる方法を説明いたします。選択法とは、与えられたデータの中から最小値を選び出し取り出すという操作を、繰り返していくものです。取り出した、残りのデータ集合からまた最小値を取り出していってという操作を、データがなくなるまで繰り返すということで、データを照準に並べ替えることが可能になります。この選択法に必要な計算量というのを、計算量というのは何回操作が必要かということなんですけれども、必要な計算量を考察します。こちら左側に示しているのが疑似コードといいまして、その相当の散歩を、行動のような、ような手続きで、説明したものなんですけれども、数列 A0 から L-1、 つまり要素が、0から N1 か -1 までのラベルのついた列、つまり、要素が N 個の数列について相当するのに、まず、一番端っこを除きまして0から N-2 の間について最小値を探索し取り出していくという操作を続けます。こちらの、比較の中で、失礼しました。こちらの中のループでは、この最小値のところから N-1 までという操作をまで、比較の操作を繰り返しますので、キーの比較回数は、一番外側のループで i が0から N-2 まで、でその内側のループで N-1-i+1+1回の、比較が行われておりますので、全部で2分の n×n-1回比較が行われていることが分かります。よって与えられたデータには依存せず、n×n-1/2回の、比較の操作を行うことになりますので、問題の答えは選択肢1が正しいということが分かります。以上で、相当に関する説明は終わりとさせていただいて、最後に補足としてクラスタリングについての説明をいたします。クラスタリングには大きく分けて階層的クラスタリングと非階層的クラスタリングという手法があります。具体的にどのような違いがありますかといいますと、階層的クラスタリングというのは系統樹、こちらに例を示しておりますけれども、バラバラのところから近いもの同士をどんどん併合していって、このような階層構造を考えるクラスタリング手法です。また、非階層的クラスタリングというのはデータ全体を俯瞰してうまく分けられる方法を探索する、手法です。で、こちらが実行例なんですけれども、このようなデータが与えられたとしています。で、おおよそこの赤とブルーのクラスターに分けられるというで、形成されているんですけれども、これをこの赤と青のラベルを与えずに2つのクラスターに分けられるかということを、この階層的クラスタリングの手法で行いますと、この図のような結果になりまして、近いものから順に併合されていくということが分かります。で、このような階層的クラスタリングの手法の一つが UPGMA と呼ばれる手法です。
また非階層的クラスタリングとしては K ミーンズ法や C ミーンズ法というものが挙げられます。これらの名称の違いは、このクラスターの分け方に対する評価関数の計算方法の違いなんですけれども、このような非階層的クラスタリングというものを行いますと、データの分布に対してうまく分けられる方法というのを階層的にではなく、こう全体を評価して決めるという操作を行いまして、2つのクラスターに分けられます。手法としてまとめるとこのようになります。以上でクラスタリングの説明を終了させていただきます。何かご質問等ありましたらお願いいたします。今、東京工業大学の新井さんの方からアルゴリズムと、あとクラスタリングについて説明していただいたんですけども、最後にですね、オートマトンという概念に対して問題がありますので、それは取っちゃったんだ。オートマトンの概念がありますので、そちらを、配布プリントの方に、ありますので、それを用いて説明したいと思います。ですね、配布プリントの講義資料、2の方ですね、の、11ページに、オートマトンの問題があります。これだったかな。RGB1。ああ、失礼しました。があると思います。これの解説をします。で、決定性有限オートマトンという。まあ、これは情報科学で使われているこう概念がありまして、で状態が複数あるようなものです。で、2つの状態、この説の場合は S0 と S1 があったとしまして、S0 が初期状態で、入力数列が1か0であったとします。そして、このオートマトンに関する記述で、不適切なものを選択肢の中から一つ選びなさいという問題です。で、ここの表にあるように、入力状態、S0 に対して1が来たら次 S1 に遷移しなさいというふうに、この設問では与えられていまして、そして、0だったらそのまま S0 に戻りなさい。そして、入力状態が S1 の時は1が来たら S0 に移りなさい。そして0が来たら S1 にとどまりなさいという、そういう状態遷移表が与えられていたとして、それを図示したのがこの右の図のようになっています。そうしますと、一個一個の選択肢を見てみますと、選択肢1は入力系列が00111であるときに、どういうふうに遷移するかと言いますと、まず S0 が初期状態だったので、S0 で、次0が入ってくるので、今度 S0 で、そして、また S0、で、S1、S0、S1 というふうに、00111から、S0、S0、S0、S1、S0、S1 というふうに遷移するので、この選択肢は、00111の時状態は S1 になるという選択肢は正しいことになります。そして次選択肢2を考えています。選択肢2を考えていますと、この状態遷移表では0の時には現在の状態にとどまり、1の時には状態のを変えていることがわかります。実際見てみますと、状態遷移表を見てみますと、入力状態、状態が S0 の時に入力
そして1が来たときに S1 に変わっており、0のときはとどまっています。で、S1 のときは1が入ったときに S0 に動いて、0が入ったときにとどまっているので、0のときは現在の状態にとどまって、1のときは状態を変えている、そういう状態遷移表が与えられていることがわかります。よって、この場合は入力、数列中に1が偶数があるときは、状態は、初期状態が S0 なんで、最終的に S0 になっているはずです。よって選択肢2は正しいということになります。じゃあ今度は選択肢3。選択肢2で考えた考え方を使いますと、今度は入力数列が01010010101であったとき、1の個数は、1、2、3、4、5の5個あるので、これは奇数個です。奇数個あるということは、状態は最終的には S1 になっているはずです。よってこの選択肢は正しいということになります。で、今度は入力数列中に0が偶数個あるときは状態は S1 になるとありますが、もう選択肢2で0があるときは状態は変わらないと言っているので、0の個数には、0の個数に状態は依存しないということになるので、例えば判例として入力数列00のときは状態は S0 のままです。よってこの選択肢は誤りです。ということで、選択肢4が、を選ぶことが正しいことになります。以上で、情報学に関する、講義を、終了したいと思います。